第10波、第10波っていうのを結構騒いでいるんですけれども、これ NHK のですね、新型コロナウイルスの特設サイト、グラフが出ています。この端っこが、こちらがですね、第10波と言われているものなんですが、その一番反対側の山が、昨年1年前の12月、1月ぐらいの山なんですね。実はですね、昨年の1月の終わり、1月頃っていうのは、1医療機関あたりの平均患者数が、これ約アバウトですけど、30人ぐらいになってるんですよ。で、今、これ1月22から28日の1医療機関あたりの平均患者数は、14.93 人になってるんですね。だから、去年の、今で、半分ぐらいなんですね、流行が。ここで、ちょっと本当に多くの人に考えてみてもらいたいなと思うのが、確かに、まあ、感染の波はね、増えてきて、まあ、第10波っていうのはいいんですけれども、なぜ去年の5月に5類相当になったじゃないですか。で、いろんなね、対策をあまり緩くなったわけですよね。例えば手洗いとか消毒。まあ、消毒もですね、昔はお店に入るたびに半強制的にしてくださいね、してくださいねとかあったじゃないですか。あとはいろんなイベントがなくなったりとか、ソーシャルディスタンスがあったりとか、ね、いろんなことをやってました。しかし、去年、2022年から23年、ね、まあ、2023年の1月頃っていうのは、まだ5類になる前なんですね。要は、みんながまだいろんな対策を今よりも強くやっていた時期じゃないですか。やっていた時期は 1医療機関あたり30人前後ぐらいまで行ってるんですね。山の頂上が。しかし、今、5類になって、みんながあんまり対策しなくなって、あんまりね、新型コロナのことも気にしなくなりつつあるのに、その1年前の半分ぐらいなんですね。これって、なぜなんですか？普通逆じゃないですか。だって今まで、もっと感染、気の緩みがね、出ると感染が増えるって言ってましたよね。で、気の緩みで、感染者数が増えるんであれば、もっと増えてないといけないですよね。でね、ある記事では、基本的な感染対策を徹底するようにってね、呼びかけている記事だったりとか、あとはね、若い人のせいにしてる記事もあるんですよね。これが、ちょっとびっくりだったんですけれども、これ FNN プライムオンラインの記事なんですが、ある先生がね、番組の中で話されてるんですが、一番はみんなの気の緩みと〇〇〇〇が浸透していない、受けていない人を中心に感染している。これ何の情報を元に言ってるんですかね。受けていない人を中心に感染しているっていうのはね。一番はみんなの気の緩み。気の緩みでこんなに増えてるんだっていうふうに言うんですね。でも気の緩みで増えてるんなら、なぜ1年前よりも増えてないのかってことですよね。そこの説明をしてほしいですよね。少なくとも1年前に比べるとみんな気が緩んでますよね。当然。気が緩んでるはずなのに、なぜかそこまで大きな波が今のところ来ていないっていうのが現状です。だからなんか感覚でものを言ってるように思っちゃいますよね。いろんなことを。で、あとは新しい株の名前がなんかよく出てますよね。で、最近の株の特徴は何か、ね、一つが免疫をすり抜けることっていうことがよく言われます。まあ変異すれば当然かかりやすくなるっていうのは当然ありますよね。で、これ何の番組だったか忘れたんですけども、じゃあ新しいタイプの株はどういう特徴があるんですか？専門家の先生が、いや、喉が痛くなって、咳が出て、あと熱が出ますと。それって他の風邪でもインフルエンザでも一緒じゃんって思っちゃうんですけどね。だから本当の大切な状況を伝えてくれる専門家の先生っていうのが、まあテレビに出てないんだなというふうに思います。そして、〇〇〇〇のあれもね、まだずっと今続いているんですけれども、少し前に予防接種健康被害救済制度っていう日本には制度があるんですけれども、それの申請数がですね、とうとう1万件を超えました。申請が受理された件数ですね。認定された件数はもうちょっと少ないんですけれども、まだ未審査のものが多いので、しかし申請が受理された件数が1万件を超えたんですね。これ、予防接種健康被害救済制度って、申請するまでにめちゃくちゃハードルが高いって言われてるんですよ。書類をね、めちゃくちゃ集めなきゃいけなかったりとかするので、簡単にこう、できないんですね。だからよっぽどの方じゃないと、あれって大変なので申請しないと思うんですけども、その申請が受理された件数が
もう1万件を超えたということで、ちょっとね、驚きの数字なんですけれども、まあ、それでも政府の方針っていうのは全く変わらない。武見厚労大臣の会見を聞いててもですね、全くこう微動だにしない。そして、未だに重大な懸念は認められない。ということで、ずっと来ています。そして少し前に、ちょっと僕動画でも撮りましたけど、あれのね、分科会の参加されているメンバーの方々ですね。分科会の話し合いに参加しているいろんな専門家の先生が参加されているんですが、その先生方の多くがですね、実は製薬会社とか、その製薬会社の関連企業から、実はお金を、の授受があると。まあ、講演料であったりとか、コンサルタント料だったりとか、執筆料だったりとか。うん、で、もちろんそういう仕事をね、することが悪いわけじゃなくて、もちろんそれは一つの大切な仕事なんですけども、そういう製薬会社と仕事やお金のつながりがある専門家の先生が、その日本の国民の健康とか命に関わる、その予防接種に関する話し合いをする場、そして最終的にどういうふうにしていくかっていうことを決めていく場の中に、そういう先生がね、たくさん入っているっていうのが、問題だなというふうに思います。その構造がね、本来であれば、それは利益相反に当たるかもしれないので、そういう先生以外の先生を呼んできて、きちんと客観的に議論するっていうことが、僕は大切なんじゃないかなと思います。一体何だったのでしょうね。第何波まで数えるつもりなんでしょうね。まあ本当にそうですよね。このままでいくともう本当に第20、第30とか言ってそうですよね。もしくは次のものが来たら、もう古いのは、忘れ去られていくかもしれないですよね。ただ、今後、〇〇〇〇が有料になっていくと、ちょっと流れが変わってくるかもしれないですよね。まあ今無料なので、今のうちにっていうのが、そういう力も働いてるのかもしれないですよね。